はい、インターネットの宣伝方法としまして、まず無料で使えるものをまず導入してなければですね、無料で使えるものから導入していただきたいなというふうに思います。 Google マイビジネスというのはご存知でしょうか。この右下の写真にあるように、美容室ですと店名と場所とかですね、業種を検索するとよく右の方にこういう写真とか店名とか出てくるのって見たことないですかね。地図とかこういうふうに、これ無料でですね、 Google マイビジネスで登録することもできますし、まあ、ホームページなんかの情報からGoogle の方で勝手に引っ張ってきてくれて、こういう登録してくれたりするんですね。でもしされてなかったら自分でこう申請をすることができるんですね。そうするとこういうふうにこう地図検索なんかをした時、特に店舗ビジネスなんかはすごくいいと思いますので、こういうふうに検索をした時にここに出てきますので、それでこう見ていただいて、まあ、来店していただいたりとか、そういう機会も増えますので、これ無料で登録できますので、ぜひやっていただければと思います。で、情報もちょっと間違ってたりする場合もありますので、申請していただいたりとか、あと写真もこの写真に変えてくださいということで、申請もできますので、そういうふうによりこう最適化した情報をね、ここにアップしていただくことによって、ユーザーが 見つけやすくなってですね、来店頻度も上がるということですね。ということなので、ぜひ活用していただいて、あとはまあ SNS ですね、 Facebook とか Twitter とか、そういうこう、そういうのも無料で使えますし、ブログなんかも無料ブログでありますので、まずはそういう無料で使えるものをいろいろ、まあ、自分なりに試していただいて、その後にですね、まあ、有料でまあウェブサイトを作ったりとか、ワードプレスなんかで有料ブログを使ったりとか、まあ、スマホのアプリ、こういうものも活用したりできますので、まあ、そういうことをよりこう多くのお客様を知っていただくために活用していただければというふうに思います。それから、まあ、あれですね、よりその効果が出てきたら、より拡大するために、まあ、オンライン広告というものもありますので、まあ、インターネットの広告を活用していただいて、よりこう売上アップとか周知に、使っていただくというような順番がいいのではないかなというふうに思います。